僕と SA の物語。2020年、世界中に新型コロナウイルスの感染が拡大し、緊急事態宣言が発令されました。僕も学校が休みになり、野球も休みになりました。そして4月18日の SA 広島公演の延期が発表されました。僕は SA を見たいので、チケットの払い戻しはしませんでした。9月20日に延期されていた SA の広島公演が決まりました。しかし日本中でコロナウイルスの感染は止まっておらず、小学生の僕がライブハウスに行くことはダメかもと、家族でライブに行くか行かないか話し合いました。ライブハウスに聞くと、当日券は発行せず、払い戻しをしなかった人限定の少人数ライブにします、できるだけ感染予防対策をすると言ってくれました。悩んだ結果、ライブに行くことにしました。会場が5時と早いので、僕は入団している硬式野球を早退するため監督に相談しました。監督は、お前が早退した分野球は上手にならないし、他の子はお前より上手になるけどいいのかと言いました。僕は、早退するのも野球のためです。強い気持ち、熱い気持ち、逃げない気持ちを手に入れるため行きたい場所があるんです。野球のための早退ですと言いました。監督は早退を認めてくれました。時間が早かったので、僕はユニフォームのままライブハウスへ急いで行きました。ライブハウスに着くと、ソーシャルディスタンスを保ち、間隔を空け、番号を呼ばれたら一人一人が時間を空け、ライブハウスの中へ入っていきました。並んでる時に、何人かのコムレイズの人が動画見たよと言ってくれました。嬉しかったです。僕の順番が来て、階段を上り、ライブハウスの入り口で体温を測りました。僕は 36.8 度でした。無事検温をクリアしました。体温に問題なければ、書類が用意されていました。書面にはコロナウイルスに関するチェック項目の確認や個人情報などを書きました。ライブハウスに入ると、消毒液で消毒してくれました。世間ではライブハウスに対して悪いイメージがありますが、実際現場では徹底的に感染防止のため戦っていました。僕はかっこいいと思いました。ライブハウスの中に入ると、地面にはテープが貼られていました。立ち位置が決まっていました。僕は3列目の右側に立ちました。コムレイズ全員がマスクをしていました。いつも閉まっているライブハウスのドア、今日は換気のためライブハウスのドアは開いていました。広島バックビートの徹底した感染予防対策を感じました。コムレイズ全員の入場が終わったのは開演数分前でした。ライブハウスから注意事項のアナウンスがありました。テープが貼ってある立ち位置から動かないこと、全員がマスクを着用すること、声出し禁止、歌うこと禁止、 SA メンバーやお客さん同士触れること禁止、
体調が悪くなれば速やかに退出をすること。録音撮影を禁止。出待ちやプレゼントを渡す行為なども禁止と厳しいガイドラインのアナウンスがありました。ステージを見ると飛沫シートがありました。するといつもの SE が鳴り始めました。しかし SE コールやメンバーの名前を叫ぶ声援が今日はありませんでした。声を出すことが禁止だからです。僕たちは手拍子で精一杯高鳴る気持ちを伝えました。その頃、楽屋では SA がエンジンを組んでいました。厳しいガイドラインの中では慣れ合いは通用しない。今こそ演奏力、歌唱力、パフォーマンス、バンド力が試される時。こんな状況でも来てくれたコムレイズのため命を懸けてライブをすることを誓いました。そう、 SA も命がけなのです。SA はいつも命がけでライブをしてくれますが、コロナウイルスの時は魂の命と人生の命、2つの意味の命をかける必要がありました。 SE が大音量で鳴り、 SA コールがない中、4人はエンジンを組みました。楽屋に最後まで残った大成さんは背中を叩かせました。気合と根性を入れるためです。気合とか根性とか言ったら時代遅れって言われるのかな。パンクロックに捧げた人生との真っ向勝負と真剣勝負。パンクロックに小細工は通用しねえ。150キロ投げても打たれる時代さ。最後はやっぱり気持ちを乗せたストレートが勝つと俺は信じてるのさ、と大成さんはマウンドへ向かいました。飛沫シート越しにキラッキラの SA がいました。みなぎる魂と情熱がシート越しでも伝わりました。1球目から全力投球、命の炎を燃やし精一杯とことんまでぶちまける SA がいました。SA とコムレイズの間には飛沫シートがありました。この状況を否定するのではなく受け入れるのです。受け入れてこの状況を共に思いっきり楽しもうとみんなで盛り上がりました。今年はいろんなことがあって、コロナで学校が休みで野球も休みで、行きたいところもやりたいこともできなくて、カープの応援も行けなくて、悲しいニュースもたくさんあって、子供の僕にもいろいろあって、 SA だって絶対に大変で、わざわざ大変な中広島まで来てくれてライブしてくれて、そんなこと思うと飛沫シート越しの SA がかっこよくてかっこよくて、いろんなこと思い出して涙が出ました。いつもの SA のライブといえば、死なねえ程度にぐちゃぐちゃになりかかって今回の精神で SA 対コムレイズの魂と魂のぶつかり合いが繰り広げられ、もみくちゃになって抱き合って肩組んで汗が飛び散り、大声で歌って唾が飛んで、ハイタッチしてハグして叫んで笑って泣いて、拳と拳が触れ合い語り合う、そんなライブがいつもの SA のライブ。けど今日のライブは全く違いました。立ち位置が決まっていました。自分の決まった場所で周りに触れないように拳を上げました。同志共闘の精神です。みんなと一緒に曲に合わせて手を振りました。声を出すことが禁止なので、
デボウ氏の後で盛り上がりました。ライブハウスに聞くと払い戻しをしなかった人は40名だったそうです。いろんな事情があり、実際にライブに来たのは28名でした。僕たち28人は来れなかった12人の分までデボウ氏をしました。今日のライブは SA 対コムレイズではなく、 SA はコムレイズを信じ、コムレイズは SA を信じ、信じたものを信じるライブでした。最後まで誰一人ルールを破る人はいませんでした。大成さんは言いました。今日来てくれてありがとう。学校のこと、仕事のこと、家族のこと、いろんな厳しい条件の中、ここに来ると判断するのは難しかったはず。それなのに来てくれてありがとう。今日この場所に来たくても来れなかったやつもいる。そいつらの気持ちも俺たちは分かってる。ちゃんと分かってるから、厳しいガイドラインやルールの中、制限があって嫌になるけど、パンクだから、ロックンロールだから、そのルールを破っていいとか守らないとか、そんなことは絶対にしちゃダメだ。今こそ一つになる時なんだ。パンクだからこそ、ロックンロールだからこそ、俺たちは一つになれるんだ。自分の場所に立ち、お前ならどうするか考えるんだ。Take a stand だ。ルールを守り、一つになること。それが明日につながるということ。一つ一つルールを守って、いつか今日のライブを笑い話に変えようぜ。決まった場所で、自分が立つその場所で、誰よりも高く、何よりも高く、お前の拳を突き上げる。それが、お前だ。それがパンクだ。証明しろ。僕たちが突き上げる拳には意味があります。それは、曲に合わせただけの拳じゃありません。辛い気持ち、悲しい気持ち、喜び、嬉しさ、怒り、悪い気持ち、泣きたいこと、叫びたいこと、心配なこと、不安なこと、逃げたいこと。僕たちが突き上げた拳には、いろんな意味や思いを乗っけています。僕は、いろんな思いを拳に乗せて SA へ向けました。もちろん、SA は、拳に意味があることを、分かってくれていました。大成さんは、何度も何度も、僕に拳を向けてくれました。大丈夫、お前はやれる。頑張れ、を投げつけてくれました。ぶっかけてくれました。大成さんは、ここにいるコムレイズのために、こんな状況だからこそ、いろんなパフォーマンスを見せてくれました。飛沫シートの隙間から拳を出したりしてくれました。飛沫シートの隙間からちらっと、男前の顔を出してくれました。SA のキャリアがあれば、こんな状況なら、かわすピッチングというか、次の塁を無理して狙わないというか、妥協してワンバンで取るというか、大量点を取ったら、守りに行くというか、もう少し器用に、やってる感を出せるはずなのに、必死に全身全霊を込め、命がけでファールで粘って、泥臭くユニフォームを汚して、次の塁を狙ってる感じが、かっこよくて最高に素敵でした。大成さんは、飛沫シートにキスをしました。お茶目な大成さんを見れました。大成さんは、まさにフォーエバーキッズでした。こんな状況だからこそ、特別でスペシャルな夜でした。
飛沫シート越しに拳を出してくれたり、顔を出してくれたり、キスをしてくれたり、SA はなんとか工夫し、いつも以上にコムレイズを盛り上げてくれました。僕たちは、立ち位置が決まっていて、動くことも暴れることもできないからこそ、いつもは見えなかったものが見えたような気がしました。大聖さんの歌の力、SA の曲の良さ、演奏の力、パフォーマンスの凄さ、楽しそうな表情や笑顔、チャーミングなこと、そして SA の強さ、コムレイズという仲間の素晴らしさ。この状況じゃないと気づけなかったこと、見えなかったことが、飛沫シートに移って、たくさんの発見がありました。ライブは進み、大聖さんは、MC で言いました。よくある歌のようにさ、背中に翼を生やし、大空を飛び回る。そんなことは無理だって。俺だってわかってんだよ。けど、それじゃあさ、夢がねえじゃん。自分の心の中は自由だよな。心の中だけでも翼を生やしてさ、小さくてもいいんだよ。ちっちゃな翼を生やしてさ、すべての腐ったれを越えて飛び回ってみてえだろ。心の中だけでも翼を生やして自由に飛び回ろうぜ、と大聖さんは言いました。大聖さん、気づいてましたか？この MC の時、飛沫シートにライブハウスの光が乱反射し、大聖さんの背中には美しい翼が生えていたんですよ。客席からは飛沫シート越しに大聖さんの翼が見えていました。僕は最近、野球で打席に入る前口ずさむ曲が、そしてお前は新しくなる、なんです。今日のライブでこの曲をやってくれて、わあ、僕のためにやってくれたんだって勝手に思って盛り上がりました。まっちゃんのドラムはパワフルで大好きです。ドカドカどんどん、僕の心の奥の奥の奥まで届きます。ライブが終わっても地鳴りのようにドカドカどんどん鳴り響いてます。力強くて優しくてドカドカどんどん、かっこよくてたくましく、ドカドカどんどん。ケンさんの楽しそうにベースを弾く姿が大好きです。いつも楽しそうにベースを弾いてベベンベン。今日も誰にも負けないくらい楽しそうにベースを弾いていました。僕も野球をケンさんのように毎日ベベンベンとやりたいです。楽しくベースをベベンベン、笑顔でベースをベベンベン。直樹さん、僕の中でギタリストといえば直樹さんしかいません。僕のこといつも気にかけてくれてありがとうございます。またカープの話、ダイーン、ユイーンとしたいです。今年のカープ一緒に語りたいです。ゴーゴー、赤ヘル、ダイン、ユイン。ゴー、ゴー、直樹さん、ダイン、ユイン。大聖さんは、熱くて、かっこよくて、男前です。かかってこいや。かっこつける大聖さんが好きです。笑ってる大聖さんが好きです。僕も、一歩でも大聖さんに近づけるように、男を磨いていきます。声が枯れるまで歌ってください。声が枯れるまで応援します。男の中の男だぜ。かかってこいや。熱い男が叫ぶんだ。かかってこいや。ライブは進み、大聖さんは言いました。バンドで最初広島に来た時、動員は少ないし盛り上がらないし、広島はほんと厳しくて、もう広島はいいかな、と思って飛ばしてきた。けど、
去年豪雨災害で広島に駆けつけた時、広島がすごい良くなっててさ、今回のアルバムツアーでも行くのが楽しみになった街に変わったんだよね。けど良くなってきた時にコロナで延期になり、さらに今日は人数制限もあって少人数で厳しいガイドラインでのライブだけど、広島ええ感じや。こんな状況でも広島ええ感じや。もう広島は SA にとって欠かせない街になってるからなと言ってくれました。続けて大成さんは言ってくれました。高齢なちびっこ広島コムレイズも来てるしな。 YouTube 見たぜ。 SA との出会いやライブのこと丁寧に書いてくれて嬉しかったぜ。よかったぜ。ありがとなぁと僕に話しかけてくれました。僕は見てくれてたことに驚き、ライブ中に感想まで言ってくれて感動しました。ありがとうございますと拳を突き上げました。こんな大変な状況の中、わざわざ広島に来てくれたこと、広島を中止にしなかったこと、ありがとうございました。今できる最高以上の歌とパフォーマンスとライブを全身全霊で見せてくれた SA に感謝しました。ありがとうございました。ライブが終わり、僕はステージに一礼しました。野球は練習が終わればグラウンドに一礼します。試合が終われば一礼します。そんな気持ちになるライブでした。今日は決まった立ち位置から密にもならず、換気もよく、クーラーもすごく効いていて、汗はあまりかかなかったけど、僕は一礼したまま七色の心の汗が流れ落ちました。ありがとうございました。ライブハウスを出るとき、まだ買ってなかった SA の CD BIG セッションズボリューム1を買いました。スタッフさんが今日のライブも動画作ってくれるのと聞いてくれました。僕ははいと答えました。スタッフさんはなるべく早く作ってね、メンバーみんな楽しみにしてるからと言ってくれました。僕ははい、ありがとうございます。 SA の皆さんによろしくお伝えくださいと言いました。スタッフさんは分かったよ、気をつけて帰ってねと言ってくれました。ありがとうございました。 SA の皆さん、また絶対広島に来てください。次の広島はマスクなしで、拳と拳が触れ合い、語り合い、声が枯れるほどみんなで歌い、汗が飛び散りぐちゃぐちゃになるライブになってるといいなと思います。広島を好きでいてください。僕も野球と勉強を頑張ります。 SA の歌を聴いて勇気と元気をもらって頑張ります。この厳しい状況を乗り越えて絶対また広島に来てください。